シーメンス・シーメンス・モビリティ・アンスピロ・ BMW ・デザインワークス・ USA 鉄道車両、アンスピロ・アンスピロは、ドイツのシーメンスグループの輸送部門シーメンス・トランスポーテーションシステムズが開発した、都市高速鉄道向けの汎用コンセプトモデルによる鉄道車両。1990年代から2000年代にかけての同社のブランドである、モジュラーメトロの後継型にあたり、 ポーランドのワルシャワ地下鉄で導入されたのを皮切りに、ドイツやブルガリアなどの欧州各国、サウジアラビア、タイ王国、マレーシアなどで採用されている。2015年に IF、デザイン賞を受賞。模式図。図にはないが2両編成も、可能20世紀末の設計だった、モジュラーメトロの概念をさらに、ブラッシュアップさせた。客室照明に LED を採用。客室座席は、 型持ち式となっている。4M2T、アルミニウム、直流 750V の、第3機乗方式、全幅2.77メートル、車体長20.1メートル、19.4メートルドア幅1.4メートルの、4ドアで編成中の座席は、ロングシートで256席、定員1450人、営業最高速度は、時速80キロメートルとなっている。 部材のリサイクル可能率は94.8%。1列車2から8両編成に対応し、全車電動車にもできる。車体をステンレス鋼に、終電方式は直流五5 0 0 v の架空電車線方式。車体長は18.6から22メートル、全幅を2.63から3.0メートルに対応できる。ドアは、 プラグドアの変更や一両あたりのドア数を3つに減らすこと、座席配置はセミクロスシートへの変更、運行面では後付けも可能な CBTC による完全自動運転、最高速度も時速 100km とフレキシブルにアレンジできる。例として制御装置は同社のイベット製品のうちシベス32、またはシバック、台車は同社の SF1000。 SF3000 など足回りも路線の特性によってアレンジが可能。エクステリアおよびインテリアデザインは同国 BMW 系の米国法人デザインワークス USA が手掛けたことで知られている。ノルウェーのオスロ地下鉄 T-Bain で使用されている OSMX3000 型は2005年以降に同社から調達されたモジュラーメトロだが2010年に追加発注された。 この時期は、モジュラーメトロからのモデルチェンジに至る、過渡期だったが、シーメンス側はアンスピロとしても分類している。2010年に1号専用に15編成、2号専用に20編成が13.5億ズウオッで発注され、製造は、シーメンスと国内メーカーのネバグ社が分担した。2012年にイノトランスで、コンセプトとモックアップが発表され、2013年に、 営業運転を開始した。アレクサンダー・ノイマイスターによるデザインが採用された仙台 C1 をベースにしているため、アンスピロとしての特徴は少ないが、微灯やドアランプが LED 化されていることや、事業者 MVG のロゴ位置などが C1 と異なる。2013年のレッドドットデザイン賞、ユニバーサルデザイン賞及びコンシューマーフェイバリット賞を受賞。 建設中だった寸外ブローカージャン専用として2012年に4連58編成を13.65クリンギットで受注。製造はシーメンスと中国の南京裏ン車両省が分担した2016年末の第一期開業時に投入された。1号線は追加発注で41編成から45編成に、2号線は26編成から29編成へとなり、 1> 第1編成は2016年に落成した。2016年、3号専用に3連20編成、オプション10編成が発注された。シーメンスとネイバグが製造し、第1編成が2017年に落成した。2018年のイノトランスで展示され、その後2019年に、オプション10編成も、正式に発注された。2016年、 スクムウィット線の延伸用にモジュラーメトロの EMUA 型の後継モデルとして EMUA2 型が4連22にに編成が109億バーツで発注され2018年6月に第1編成が納入された2017年ブルーライン用に3連35編成が10年間の保守契約と一括で発注され2019年4月に第1編成が納入された 既存の DT1 型置き換えを目的として2015年に4連21編成が発注され、2019年に第1編成が納入された。オプション13編成も2018年に発注された。2024年開業予定の自動運転路線の5号専用のほか、 半自動運転に対応予定の1号2号3号4号線まで6連34編成計204両が2017年に発注され、2018年にコンセプトデザインが発表された。既存車両の置き換え用として2018年に94編成が発注され、2023年から2030年にかけて順次投入される。エクステリア及びインテリアデザインは、 地元のアトランティックデザイン社が担当している。ありがとうございます。